次はこちらです。黄金の眠り、その後の任務もクリアしておいてください。ここは、上下の順番でしましたが、もっと早い方法があるかもしれません。まあ、適当にやっててもいつかはいけそうなので、参考程度に。Thank you.